座って、今からちょっと散歩したいと思います。で、築地にいるからちょっと豊洲が近くにあって、そこに、まあ、とりあえず散歩をしようかなと思って、はい、そこに行きます。行きましょう、散歩しながら。街が揺れてます。なんかすごく揺れ始めました。橋が急にドゥ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 ンって、初めて聞いたね。びっくりした。いや大丈夫です。あ、なんか止まった ね。なんか多分大きい車のせいかな。猫見つきました。なんか見てるね。すごく暑いので、うん、中に入りたいです。豊洲懐かしい。懐かしい？懐かしい。ここなんかあった？ここ住んでたから。住んでた？うん。いいところに住んだね。ですよね。魚食べ放題じゃない？豊洲市場もあるから。あ、まあ、あまり？まあ、行ってなかったです。行ってなかったか。残念だから。なるほど。まあでも、じゃあ、あ、涼しい涼しい、もう感じる。もうピンクいいね。もうリナにピンク似合うと思う。ちょっとね、リナは服を変えましたね。いきなり違う日の撮影じゃなくてね、あのその当日なんですけど、急にね、なんか着替えたいと言ってかな。まあいろいろ回ってね。でなんかいろいろ見て、であのなんかすごくあの着心地のいいあの服を見つけて、でそのままね着ることにしました。よかったね。持っててくれてありがとう。いやいやいや。優しいね。でちょっとお腹空いたのでなんか旅に行かない？行きましょう行きましょう。行きましょうか。じゃあ行きましょう。なんか探しましょう。特にな、あの食べたいものがないけど、まあ、なんかいろいろ見て決めようかな。一言、ね、あるからね。一言がある。じゃあそこ行きましょう。今からタイ料理食べたいと思いますね。うん、今列に並んでいます。あと少し。すごいあのお店が忙しそうで、まあ、うん、そう席が空いてても、まあ、すぐご案内できないとのことだったので、まあ、今待っています。うん、行きましょうね。
美味しそうだね。じゃあ、いただきます。どうしよう、どうしよう、どうしよう。鶏肉ですよね。うん、おいしい、柔らかい。柔らかい、うん、柔らかそうね。うん、うん、ご飯もおいしい。うん、ご飯もね、なんか日本のご飯よりなんか長めだね。なんかそうだな、違うね。ね。うん、美味しい、美味しい。うん、うん、うん、うん。私は違う鶏肉にします。いただきます。うん、スパイシー、うん、辛い、ちょっと辛い。しかしね、うん、あ、ご飯ね、いつもと違うね。面白い、美味しい。なんか味付けもつけてる、なんかね、うん、美味しい。あとなんかあのプレートはね、いろいろあっていいね。野菜もあるし、ご飯もあるし、鶏肉もたくさん、エビもありますし、いいね、雰囲気もいいね。涼しくなるね、うん、気持ちよくなる、うん、温かいコーヒーを飲んだ。海の匂いがするね。うん、そうだね。こうお台場も近いし、うん、いいね。今、うん、カラオケから出ました。そう、すごく楽しかったね。うん、うん、そうだね。ね、安かったし。ねえ、あそこはだいぶ安いですよね、他のカラオケ館比べたら、うん、ね。なんかね、ディナと遊びに行くと、なんかいつもね、終わりはカラオケ。そうね、なんかそういう瞬間ですよね。ね、いや、すごく楽しい。カラオケ大好きで、ディナもカラオケ大好きで、最高。ね、で今からちょっと海もあの見に行きたいと思いますね、うん、まあ行けるかは分からないけど行けますよ。ちょ、行ける、きっと行ける。大丈夫です。そう、時間的に信じてます。信じてます。そういうのならもう信じるしかない ね、 ね、じゃあ行きましょう。行きましょうか。
はい、皆さんもう海までたどり着きました。なんかすごく綺麗です。あの周りの建物もすごくキラキラしてて、なんかタワーマンちゃんですねそう、タワーマン周りのタワーマンもね結構キラキラしててとても綺麗なあの風景になっています。今日ねすごく楽しかったね。築地も行ったし、うん、海鮮丼も食べたし、その後豊洲までも歩いたし、ここでもいろいろ見て、で結局最後にあの海も見て最高だと思います、うん、カラオケもいたそう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 、ね、で、まあ、今日はそんなにたくさん歩いてないけども1万6000歩そう、うん、あのさっき見たら、うん、そう、まあ、前回と比べたらちょっと、まあ、若干少ないね。少ないかな、ね、まあでももう結構遅くなったのでもう帰らないといけないね。ですよ ね、 ね、 終電のね、ね、帰りたくなくても、まあ、しょうがないですよね。じゃあ、 あのこれからあの帰りたいと思います、うん、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。